皆さんこんにちは。ギターはおしゃべりです。篠原雅史がお相手します。さて今日は前回に引き続きギタリストの大沢瑞希さんと渡辺花さんに来ていただきました。どうぞ。こんにちは。こんにちは、ギタリストの大沢瑞希です。こんにちは、ギタリストの渡辺花です。はい、前回に引き続きありがとうございます。ね、瑞希さんにはね、オーストリーのとある中庭から、ね、そちらは今昼間、ね、私たちはね、こちらは夜ということでね、室内からお届けしていますが、はい、そのお二人のジョイントコンサートのね、様子を聞いていただいています。まあ、早速一曲聞いていただきましょうかね。前回からプログラム順に曲を追って聴いていただいてます。大沢瑞希さんの独奏から、ジュリアーニ作曲、ロッシニアナ6番です。この曲は、バルジュリアーニさんのロッシーニ、イタリアで大変有名なオペラの、王様といいますか、ロッシーニと彼のオペラの作品を少しずつこうギターの感じ抽出して、それをギターの感じ少し編曲してつなぎ合わせたっていうのが6つありまして、それの最後の6番でございます。そうですね、このマウロ・ジュリアーニさんも本当にギターのためにたくさん曲を書いていますが、特にこのロシニアーノは、対曲といいますか、バンとすごくボリュームのある曲なので、13分ぐらいになると思いますが、この後もまだデュオがございますので、それも楽しんでいただきつつ、演奏させていただきたいと思います。
Thank you.
ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。ね、対局で鮮やかな、ね、素敵な演奏でしたね。ありがとうございます。さて、水木さんは一応学校を卒業したというふうには伺ってるんですけど、その後ウィーンではどんな活動をしているんですか。はい、今年の6月末にウィーン国立音楽大学の、まあ、大学院を卒業しまして、で現在は同じ大学の教育学部っていうところに席を置いて先生になるための勉強をしております。そこに一緒にというか、オーストリアのウィーンからちょっと離れたオーバーウスタライっていうちょっと違う州があるんですけれども、オーバーウスタライ州の音楽学校のギタリストのギターの先生として今年の9月から教えることができるようになりまして、はい、なのでちょっと離れてはいるんですけれども、ウィーンからはまあ1時間ぐらいかな離れてはいるんですが、そこで社会人一歩という感じで始めようと思っているところです。素敵ですね。そちらでこう仕事とかをこう、ね、始められると、本当日本にはなかなか帰りづらくなる、そんなことはない。実は夏休みの制度がすごくしっかりしているので、夏の時期は3ヶ月お休みいただけますので帰ってこれます。長い夏休みでいいね。花さんは今どんな活動を。はい、私はギター講師とか、まあ、演奏活動を中心に活動してるんですけど、実は篠原先生と同じプラサギターというところでも教えていて、曜日が篠原先生とは違うのでなかなかお会いする機会はないんですけど、先生を中心にやってます。お二人に共通の質問なんですけど、教え始めるということで、教えるっていうのはどんな感じですかね、水木さんは。そうですね、子どもたちと一緒に自分がさらに成長できるっていう環境だと思います、うん、教えてもらってる私ももちろんギターを教えますが、こうどういうふうに説明したら分かりやすくなるかなとか、あとは人にそれぞれ子どもたちによっても全然なんて言うんでしょう、キャラクターが違ってきますので、そこに合わせてじゃあどんな音楽を提供できるかな、どんな風に一緒に楽しんでギターを学べるかなっていうところを模索しながら教えてます。アナさんはいかがですか。はい、今私が教えてる生徒の年齢幅がすごいあって、幼稚園生から80代の方までいるんですけど、そうなるといろいろできることできないことが生徒さんによって出てきたり、またこう教え方も年齢によって、まあ、ちっちゃい子になんか難しいことを言ってもわからないので、それを音楽のこうソルフェージとかをどうやってわかりやすく伝えるとかというところは最初はすごい苦労しました。そうだね、先生になるにも勉強しないといけないからね。ね、うん、でもこれから楽しみですね。さて続いて二重奏を聴いていただきたいと思います。前回に続きアサド作曲夏の庭から蝶々。アサド、政治はアサドの曲を、まあ、二重奏にたくさん持ってこいということで2曲、ディオでは2曲目になります。蝶々という題名の曲です。でちょっと豆知識といいますか、アルバロガ先生が言ってたことをなんか面白かったのでお話ししようと思って日本では、まあ、アサド兄弟のことをアサドって言うじゃないですか。それ以外のアサド以外でアサドっていう名前以外で何か言われたことある方いらっしゃいますか。基本的にアサドですよね、多分。なんですけど、それをアサド、アサドってアルバロの前で言ってたんです。そしたらアサド、アサード、それあれだよ、ポルトガル語とかだと焼肉だよずっ
と焼肉、キングって言ってると思われてで、正しい発音は朝どうじゃなくて朝ずだから D だから、じゃあどうは言わない、おうは言わないんだよって言われて、あ、そうなんだ、確かにそんな、ま、あの豆知識でした知らなかった。いかがでしたか。素敵な二重奏ですよね。ではちょっとお二人にね、最後に一言ずついただきたいと思いますが、花さん。はい、今回やったあの瑞希ちゃんとの演奏会に来てくださったお客様の中で、またぜひ来年もお願いしますという声があって、その時はぜひスペインの曲縛りでとか、そういうお話もあったので、また、はい、あの企画できればいいなと思ってます。ぜひ、水木さんいかがですか。ぜひ私もあのウィーンでいつか花ちゃんとコンサートができたらいいなって思ってますので、その時にはぜひ篠原先生もお越しいただいて応援していただければと思います、はい、取材に伺いたいと思います。ぜひ。はい、大沢水木さん、渡辺花さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではギターはおしゃべり、次回は10月13日にお会いします。さようなら。